Hello, hello everyone! Welcome back to another episode of Sword Art Online Alicization Licorice. Apologies again for lack of videos. In the last episode, we started chapter 4, I believe. 4? 5? I don't know. Whatever. Serene, basically. And as you can see from our party, we are slightly underleveled, but hopefully that won't kill us. I tried to grind off-screen, but just like the previous chapter, there's no grinding. You can't actually grind. You have to grind beforehand. As you can see, my EXP also didn't go up, so... Oh well. So without further ado, let's head to this, what you call it? This event or party thing. In Rupert City. We have an invitation, so let us earn. We clearly don't look the part. なるほどね。招待状がなければ入るのに苦労しそう。ま、せっかく苦労して手に入れた招待状だ。使わせてもらいましょう。じゃあ。支度するか。 Wait, what? Let me head back. Whoa. キリト、その服似合ってるね。そうか。ユージオが黒い服を着てるのは新鮮だけどな。まあしかし、アリスのやつ遅いな。あの貴族からもらった服、ドレスだったし、僕らより準備に時間がかかるのは仕方ないよ。来たみたいだよ。Wow, is that Alice? She might even outcompete Asuna. すみません。待ちましたか。ドレスを着慣れていなくて、思いのほか時間がかかってしまいました。行きましょう。those two are like bamboozled, I guess. アリス？なんですか？あ、こういうのって言ったことなくて苦手だけど、アリス、あのさ。もう何ですか。似合っていないと思うならそう言ってください。私も変だと思っていますが、潜入のために仕方なく。いや、アリス、勘違いしないで。その逆だよ。とても似合ってるよね。キリトもそう思うよね。Just throw Kirito under the bus. 似合ってる。いつもと雰囲気が違うから驚いただけだ。その髪の花は忘れなぐさか。そうです。忘れなぐさの花言葉は私の心に刺さるものだったので、今つけていたいと思ったのです。そうか、いいと思う。とても行きますよ。もうだいぶ遅くなってしまってます。招待状は確かだな。欠席となった貴族様の名代の身内のものです。あとの二人は従者です。よし、取れ。Whoa, it's invisible! Wait, what? Why are we dressed like this?
How come our appearance? But maybe should. How do we look the part? God damn it! Is it here? No, it's not here. Let's just try it here. Does he have that dress? No, I don't think he has that dress. Nope. Nope. Definitely not. Oh, this is the collaboration between Tales of Arise, I think. The one that won Game of the Year. Well, not Game of the Year per se, but... what do you call it? Oh, whatever, I give up. Not Game of the Year, but best role-playing game. Well, we came up with... スズランか。すごい。確かに見入ってしまう花だ。本当だね。色が、なんて言うんだろう。バラの赤とも違うし、血のように赤い。見ていると、瞳が取られてしまいそうなほど怖くてきた。実物は見られましたが、問題はこれを調べろと言ったことの真意です。今までの聞き込みからも、このスズランのせいで町の人が苦しんでいるのが明らかです。それを暴くにはやはり近しい人物にこのシンクスズランをめぐって何が起きているか聞き出さなくては。So, time to talk to the people. I bet they won't talk to us anyway. シンクスズランがどうやって作られたかですか？アクセクは汗水垂らして働いて作られましただなんて聞きたくもないわ。そんなことより踊りませんこと。 She's drunk. There's only two people we have to talk to, I guess. Maybe three. シンクスズランの製造過程？金屋の場所？ Nobody knows, I guess. どうしてそんなこと聞きたがるのです？私たちはただ美しいものをめでればいいだけ。シンクスズラン？ああ、うちは3年前に手に入れてね。今も綺麗なまま応接間にあるよ。来客があるたびに自慢しているんだ。招かれている貴族に聞いても仕方がないか。主催者を見つけて聞こう。I don't know, Kirito. I'm not sure if this is a good idea or whether he'll just throw us out. Whoa!Where is the host? Oh, there's the sun. Damn it, yo! Hmm? Shinku Suzuran ni tsuite kikitai?いいとも、いいとも。僕は領主の息子だ。教えてあげよう。さあ、こちらへおいで。従者は少し離れていなさい。邪魔だからね。あでやかな稲穂色の髪だね。これは見事なものだ。血統がいいのかな？どこのうちのお嬢さんだい？それよりシンクスズランのことを教えてください。あれは何か町の住民に不利益になることがあるのではないですか？どうして貴族がそんなこと気にしなきゃいけないんだい？あったとしてもなかったとしても
Wow. Looks like we got another stuck up noble up our hands. On our hands. では、お話はここまでで。待った待った。まだ口説いてもいないのに。シンクスズランの何が知りたいんだい？まさか、どうやって作られているとかではないよね。まさにそれです。町は豊かなのに、住民は明らかに抑圧されています。暮らしが上向きなら、人々はあんな顔はしません。彼らは何に怯えているのですか？そんなに知りたいなら、そうだな。寝物語でいいなら聞かせてあげられるよ。Oh, no. Oh, dear. もう少し夜まで待てと。そうそう。もう少し夜まで。You horny person. どういうことがわかるかな。Poor Alice. 寝ながら話す物語ですから。行われる時刻は夜。Alice, you don't get it, do you?手狭な場所で話をするということでしょう。隠密な階段ですね。そうだね。君は、ね。I wouldn't be surprised if Kirito and Yuji busted the door down and killed him. 寝台に寝るっていうことは、服はシワになるから着替えた方がいいよね。そうですね。これは高価な品ですし、一応大切にするべきでしょう。Should be careful. では。寝巻きになれと。寝ているふりをして聞く。秘匿性を高めるために。聞かせるのは寝物語だからね。僕のそばで横たわる君の髪をすきながら甘い声でささやくんだ。君もいい気分になってきて、きっと僕に身を委ねてくれる。甘い声、いい気分。身を委ねる。あの、ちょっと意味が。大丈夫大丈夫、僕に任せてくれたら全部うまくいくから。じゃあとりあえず移動しようか。僕の部屋があっちにあるから。キリト、ユージはどうしたのですか？いや、見過ごせなかったからな、ユージは。うん、暴力はダメだけど、アリスに指一本でも触れていたら剣を抜いていたよ。でも寝物語でなら情報を教えてくれるのです。アリス still didn't get it。 アリスは意味が分かってなくてもいいから、とにかく危険だったんだ。 Yes, Kirito knows all about it.He does it with Yuji in the previous game. Well, not previous game, in Hollow Realization. Who is it?正面玄関以外から出る方法をお教えします。信じてください。こちらへ。あの人、みんなついていこう。 Well, we ruined that party. とりあえず負けたかな。まだ屋敷の中だし、その場しのぎだけどな。それより、どういうことか教えてくれますか？あなたは俺たちと一度会っていますよね。え？はい、格好が違うので分からなくても仕方ありません。魔獣から命を救っていただいたものです。勇敢な剣士様方。ああ、お弁当をくれた。
ここで働いていたのですか？でもそれならどうして？あなたが真相を教えてくれたら。申し訳ありません。試したと言ったらお怒りになるでしょうか。ただ興味だけで調べる人ではダメだったのです。私は誠の剣士を。 But the bridge is broken, so how on earth are we gonna get there? 剣士様方はここまで来てくださいました。きっとたくさん調べてくださったのでしょう。大変だったことでしょう。ですが真相を聞けばもっと大変なことになります。引き返すなら今が最後の機会です。これ以上真相に近づけばこの情報を知り、you do realize, Stephanie, you do realize those two, they are not going to back out. こんなことに巻き込んでごめんなさい。それでも私は、いえ、町は剣士様方の救いを求めています。その正義のお心が誠のものであればお願いです。助けてください。シンクスズランの呪縛から町を救ってください。たくさん怖い思いをしたんですね。大丈夫ですよね、キリト、アリス。ええ、元よりそのつもりです。相手が誰であろうと民を守るのが私の務め。俺たちはそのために来ました。教えてください、シンクスズランとは何なのかを。ここルプスの町は貧しい土地でした。土地は花の生産以外はこれといって資源がなく、okay. 流行り病で人が一気に倒れて飢饉が生じた時は明日への希望などないほどだったとか。思えばこの飢饉が忌まわしい慣習の始まりだったと言えるでしょう。ことの始まりは200年ほど前からだと言い伝えられています。当時の領主であった貴族の命令で、子供は口べらしに金屋に咲くスズランの群生虫と捨てられていました。ええ、小殺しは禁忌目録違反です。けれども貴族の命令で行われたことは禁忌の裏を書いたやり方でした。子供たちは森から出てはいけない、ここで大人が迎えに来るまで待つようにと言われるだけなのです。親もちゃんと後で迎えに行きます。その子が肉塊になってから体を弔うためだけに。 Oh, that's just sad. どういう殺人が行われているか、はい、ご説明しましょう。帰るあてのない子供は夜の森をさまよいます。歩けば喉が渇き、飢えが体を蝕みます。そして行き当たるのは金屋の中で唯一の水源、スズランが水辺に咲き誇る泉。ご存知ですか？スズランには毒があります。花や根は特に毒が強く、そんなものが泉のそばに咲いていれば、その泉の水を飲んでしまえば、ええ、大人に助けてもらえない子供などすぐ死んでしまいます。スズランの毒をたっぷり吸った泉の水を飲み、子供は死ぬ。その死体を動物たちが食べ食い散らかし、真っ赤な血で泉が染まります。泉の付近に生えていたスズランはその赤い血の水を吸い込み、シンクのスズランとなる。これがシンクスズランの誕生です。この町でひそやかに行われている殺人でできた呪われた花。もともと薬草職人を天職にしていた者が見つけて、他の町で売ったところ高値で売れ、それが貴族の耳に入り、人工的にシンクスズランが作られるようになりました。最初は獣の血で試しましたが、人間の血でできたシンクスズランの方がはるかに美しく咲く。貴族は子作りを奨励し、一つの家に3人は子供を作るよう命令を下しました。Wow. 年頃になればその中のうちの誰かは貴族に差し出されます。選ばれた子供は二度と帰ってくることはありませんでした。ええ、誰もかも。つまり200年も貴族による子殺しが行われていると。それだけではありません。現当主になってからは子供たちを一斉に森に放ち、しつけた獣を放って人狩りのようなことをして楽しんでいます。Oh my god, that's terrible. 放っているだけ。
子供は大人が迎えに来るまで待てと言われているだけ。誰も殺人を命令されてはいません。ですが、殺戮は行われているのです。貴族の圧政がここまでひどい惨劇を生んでいたのか。許せない、許せない、許せないよ。罪のない子供が町の繁栄のために、貴族の快楽のために無残に殺されているなんて。助けよう、ユージを。それはもちろんです。ですが、こんなにも続く前にどうにかできなかったのでしょうか。私たちが来るより前に誰か町全体でもこんな風になるまで、いいダクダクと従うなど、自ら生きることを放棄しているようなものです。難しい問題だな。俺はこの世界で貴族や禁忌目録に従うしかない人たちをたくさん見てきた。二人のように抗う人も見た。ここだけじゃない、俺は別の場所でも見てきたよ。戦うしかない状況でも、心折られて動けない人でも、俺はそれを責めたくはない。そうだね、僕もわかるよ。恐怖でね、身がすくむとすごく大切な時でも動けないんだ。でもそれじゃダメなんだ。大事なものは一度取りこぼしたら二度と手の中に戻らない。だから僕たちは怖くても辛くても後悔のないように生きる選択をしなきゃいけない。あなたもそう思って勇気を出してくれたんですよね。はい。こんなこと絶対に許しちゃダメだ。何とかして町を救おう。ああ、ただ俺たちが介入して何とかできたとしても、ある程度問題が残るぞ。The bridge is broken. まず第一に、貴族採決権の行使を止めることはできない。第二に、間接的な殺人を一時の間止めたとしても再度繰り返されては意味がない。第三に、スズラン畑をどうにかしたとしても町の財源がなくなり、So what do you propose we do, Kirito? 事件を解決しても、その後は町の人たちでどうにかしていくしかない。子殺しを止めるには事件の根本的な解決が必要。そしてそれをしてしまうと町の人々の生活は成り立たなくなる。そういうことですね。剣士様方にそこまで考えていただく必要はありません。それは残された者が背負うべきことです。私には幼い頃森に消えてしまった姉がいます。母は弟を、父は妹を、町の人々は皆誰かを亡くしている。私はそれを次の世代にまで引き継ぎたくありません。そんなことがあるなら、いっそこんな町など滅んでしまえばいい。見つけたぞ、あいつらが混乱を招いた輩だ。あの使用人、シンクスズランのことを嗅ぎ回っていた奴らと仲間だな。一緒に捕まえろ。こっちには漁師様から許可をいただいて連れてきた生け捕りにした獣がいる。 OK、 こいつら逃げられると思うなよ。あ、見つかった。皆さんお願いです、どうか外まで私を連れて行ってください。金屋までご案内します。 But the bridge is broken. 金屋で行われるんです。狩りと呼ばれる子殺しが。無論そのつもりです。あなたは下がって、キリト、ユージ、とりあえず館から脱出しましょう。長いしすぎたみたいだな。行くぞユージ、突破口を開く。うん、悪いけどそこを解いてもらいます。できるなら逃げてください。今僕は優しくはなれない。イエーイ、ファイトタイム。
Close now, hang in there. Overkill. Oh goodness gracious. Kill the dog! So actually, we can't. The bridge is broken, so we have to enter through the back door. Ah, so there was another path back here. ここが金屋か。カーディナルが言っていた強い獣の噂はおそらくここからだろう。みんな気をつけていこう。噂にまでなっているんですね。剣士様のおっしゃる通り、この金屋には獣たちを従えるように住んでいる恐ろしい怪物がいるようなんです。 Hopefully we can get some levels in。 恐ろしい怪物？はい、以前は穏やかな場所だったらしいのですが、小殺し狩りが始まってからどんどん森の獣たちが凶暴化していったそうで、異形の怪物を見たというものが多く存在するんです。遭遇して生きて帰れなかったものも同じく多くいて、そんな危険な場所にわざわざ入って獣を解き放ち子供が死ぬ様子を見る、ルプスの領主である貴族は頭がおかしいとしか言いようがありませんね。今日ここで狩りが行われるのは確かな情報なんですか？はい、この耳で漁師様がお話になるのを聞きました。あのお屋敷で働いているので確かな情報です。 So, I believe... とにかく前へ進みましょう。この森のどこかで逃げている子供を探して。 If it's a plant, I don't think we fight a plant.I would say it's mostly fighting, what do you call it, bosses. Well, let's see if we can get some levels in.Okay, where do we go? Quite a depressing music too.Oh god. The levels look okay. There must be a reason why the recommended level is 100. We're barely hitting that margin actually.But I think if we're gonna have a part, if we're gonna battle in the party, I think we shouldn't have a problem. And we can technically still save, so. Let's go further along. I believe this will lead to the broken bridge. Should be monsters around here.
Oh ho ho. Oh wait, the bridge is fixed? What the crap? When did they fix the bridge? By nearby enemy power. Okay, let's have a look around first before we go murder ourselves. I think there's two ways to get there. We're gonna make sure that we cover all grounds everywhere. See, there's a ledge here where we jumped off just now. See, we're gonna kill all the monsters first along the way. Shouldn't be a problem. Okay, so we came from that way. Oh, it's just a loop-de-loop. Okay, fine. Did you even level up? Oh, we did, but our EXP draw is quite low. Private hunting reserve, woods. So now we go this way. Here, let's see what we find. So far, it doesn't look. Hey, are you okay? Obiyeteru. Ne, kimi, kega wa shitei nai kai? Bokura wa kimi o tasuke ni kitan da. Hontou yo. Keishi sama gata wa machi o sukui ni kite kudasatta no. Kochi e oide.いい子ね。他の子はどうなったかわかる？わかんない。何人かはもう食べられちゃったよ。木登りできない子はすぐ。そんな。ねえ、怖いよ。お父さんとお母さんはいつ迎えに来てくれるのかな？僕、いつまでここにいなきゃいけないのかな？帰ったら怒られる？悪い子だった？僕、いい子になる。お家の手伝いも妹の面倒も見るよ。いい子になるから。だからお父さんとお母さんに会いたい。Poor kid. Yeah, we're gonna murder these nobles here in a minute. 君はいい子だよ。悪い子なもんか。君はとてもいい子だよ。返すよ。俺たちがお父さんとお母さんのところへ返す。絶対にあなたを家族の元へ返して差し上げます。どうか泣かないで。ここは危険な場所です。私たちから離れてはいけませんよ。That doesn't sound like a kid. 悲鳴だ。子供じゃない。男の声。二人を守りつつ行くぞ。痛い。You can tell the ground is red too. Probably all the blood. やめてくれ。やめてくれ。足が。手が。That took them a while. Well, he's dead. Oh my god.
Oh my god, what the hell is that? Monstrosity. I really hope we can defeat it, because we are slightly underleveled. Ugh, I'm nervous. Fighting time! Don't tell me this is the final boss. I must say, it's actually quite fun playing. Come on, come on, come on! Alice! Bushka! Alice! Daijoubu kai? Kirito... Yuji... Kono chokyo... Pulling out a sword, the divine weapon, so I guess it's fine to use sword? Oh my god. I hope Asuna's still in the party. What the? Generator Mina Element. Oh, it's a level 100 monster, okay. You think it's a plant monster? Oh my god. Oh no, Asuna died already? Oh dear. Oh wow, that's so deadly. Oh, oh, poison, poison, poison. It looks like a poison field. Wow.
Oh my god. Oh, that's deadly, actually. Okay. I think I have to hold back. Oh dear, the poison's really bad. This is a bit risky, the battle. We might have to do it a second time, though. Oh no, we're dead. Oh boy, that's not good. Well, let's try again. Ah, this is... Yeah! Stop interrupting! Oh god, this battle is getting crazy. This is our second attempt. Put a metal in front of him. Thank you.
Oh, goodness gracious. I don't know. Oh, wow. Halfway through. Oh boy. Slightly under level, but Oh, come on! Are you kidding me? Well, we can try a third attempt, but honestly, third time. I don't know about you, but oh my god. Can we interrupt that battle? Poison, that's why I don't want to attack. I think when it's doing its poison thing, we move back. Okay.
Oh, he moved back! Move back! Oh my god, you idiot. Oh, yes, got it. Too bad we don't have Eclipse, that'd be nice. We need to move back a bit. Oh no, move back. Move back, move back, move back. Kinda difficult actually, when you're trying to use your sacred arts. Yeesh. Oi! Move back, you. Okay, we have full health. To be careful not to accidentally kill ourselves. I think we'll keep battling, and hopefully they will help us out. I think hiding behind this metal will help. We have force barrier, so this will reduce the damage. Oh god, oh! Can we use... Do you have a potion to use? I forgot, I guess, to go into the menu here. Why? Why can't I use the item, you idiot game? Ah! Okay, we're gonna try change our weapon here.
can't switch our weapon, I think. Yeah, of course we can't. Well, I guess we have to keep trying, I guess. Yeah, this is the problem if you're under leveled. It's kind of difficult. Why is no one healing me? Goodness gracious. I really hate this poison thing. Trying to get off the arc gauge move as fast as I can. So not easy. Wait, why? Oh, we have to destroy these things. Is it? Oh my god, this is not fun. I think I'll have them attack. You piece of crap. Well, we lost again. Can't change our weapon as stupidly as it sounds. Why was this disengaged? I don't know, what else can we do? Can't change our weapon, of course. Oh, we can. Let's see. We don't have anything to switch with. Rarity. Fortunately, we don't see them. Wait. Oh, sub weapon. That's why we couldn't see it. Okay. Let's see. This would be hilarious. I don't think we even have a skill tree.
Well, let's see. Okay, let's have a look and see what we can do. I'm not sure if this does anything. I don't think this does anything. Even a divine weapon. So funny, dude. I think we're not even landing a blow on this enemy. Oh, cut the projectile. Oh. It would be stupid if you actually... I think... Hey! Thor's hammer! It'd be stupid if he died here. Should probably do something. We are doing some damage. Bad thing, we're gonna... Okay, we're halfway down. That'll be... Oh, our health doesn't look good. Oh boy. Oh man. That would be so stupid. I'm not holding my hope up for Thor. So,
What are we doing with buffing our ally? I don't think it's working that well. Well, that didn't work either. Well, we switched over to Yu-Gi-Oh! Okay. Oh, goodness gracious. Okay, we're almost there. Hang in there. Hey, Yu-Gi-Oh! Saved the day. Oh, that was a crazy battle. I better grind for the next chapter. And I don't think that's the final boss. Oh, she's thanking us. That took like 4 attempts. Arigato, Hitonoko. Watashiwo, koroshite kurete. Arigato. My fingers are tired. Nanda, yosu ga okashii. Sakki made to wa betsujin no yō da. Rei o iwareru tsujai wa nai. Yaru ka yarareru ka datta. Well, we technically died 3 times before then. Arigato.私は私をずっと殺したかった人の子お前が生まれるずっと前から私は私を殺したかったこんな風に変わってしまった私自身を どういうことだ?私はかつて泉の精霊と人の子に呼ばれていた。森を守り、花を咲かせ、生きていた。Okay, now how did you turn to a monster? 子供が私の森で
死ぬようになった。So that's why. 子供が死ぬ。たくさん死ぬ。そのむくろを私の森の獣たちが食らう。それが繰り返されるうちに、私は意識を失うようになった。 So in a sense, it's the noble's fault, pretty much. 気がついたら、目の前に人の子や森の獣が倒れている。私は誰も殺したくない。私は誰も殺したくない。なぜだ、なぜ。いいや、なぜではない。私はうすうす気づいていた。 Okay, what was inside you? 人の子の中で子供をわざと死に至らしめる獣より獣である人の子がいることを。今日私はその一族の末裔を手にかけた。お前たちが私を殺してくれた。これで何もかも、yes. 終わることができる。So basically, the sun. I think the sun got killed. 赤いスズランは生まれない。今日は良き日だ。Oh. So, so sad for the spring spirit. そんな、一体何もかも、どういうことなんだろう。そもそも、こんな強い存在が、アドミニストレートの目から隠れられていたところからおかしいよ。ええ、貴族のしていることが見逃されていたとしても、脅威となるべき存在を何もせず放置していたとは思えません。あの泉の精霊の伝説は昔からこの周辺では言い伝えられています。 And now we killed it? その加護があるから水が潤沢な花あふれる土地なのです。泉の精霊がこんな恐ろしい魔物だったとは聞いたことがありません。おそらくだが、実際この精霊は特に害のない存在だったんだろう。だがある日、ルプスの町が始めた惨劇により、精霊に変化が訪れてしまったとして、あくまで仮定の話だが説明がつけ、ユージをルーリッドの村の外れでゴブリンを倒した時のことを覚えているか。うん、覚えているよ。僕らはゴブリンを倒して無事に村へ戻った。その後僕らはギガスシダーを切って、あの後僕らは強くなった。ゴブリンを倒したから。そうだ、泉の精霊は計らずとも自分の母体である泉に付与されたスズランの毒で子供を死に至らしめた。これが一度や二度ならこんなことにはならなかったのかもしれない。人の死で発生する経験値、天命、能力が向上する新勢力が度重なる惨劇のせいで泉の精霊に強制的に吸収されてしまうような特殊な環境が生まれたとしたら。なるほど、精霊の意志に関係なく強くなっていってしまったと。自我を保てなくなったのは人間でいう心の病と同じじゃないかな。本来こんな惨劇を望むようなものじゃなかったのに、そうさせられたんだから。結局は、that is just sad. この精霊も被害者なんだ。もう終わった、終わったこと。私は嬉しい。ありがとう。自分を倒した相手にそんなこと言わなくていい。もっと恨みがましく罵ってくれてもいいんだ。君にはそれをする権利があると思う。うん、ありがとう人の子。あなたたちは、You can see the ground there is all red, probably blood.
それは私が好きだった頃の人の子の姿だ。最後にそれが見れた。ありがとう、私の愛する。 She's gonna disappear, isn't she? 人の子。 Bye bye, Spring Spirit. シンクスズランが消えた。Oh, I wonder what's the divine object we got. One glowy thing. Yes, what is it? それ、精霊の生きた証とでも言いましょうか。お前たちが探しているもの、リソースですね。わざわざキリトの手の中に落ちたのだから、自分を忘れてほしくなかったのでしょうか。Of course, hence the name, Forget Me Not. キリト。ああ。最後まで優しいんだな。Quite depressing too. Well, I guess we're done with this chapter. We just made it by a narrow margin. Thankfully, I didn't have to grind off screen. Just needed to adjust my attacks. As you saw, the level didn't actually go down because I was already below the recommended level. So my guess is the enemies will adjust to your level, I guess.And then it'll continue to lower until you, until you have reached a certain threshold, I think. いわくつきのスズランなんだけど。I don't know. 早速。But yeah, I saw the level never actually went down. システムコード。But it's kind of fun battling that way, you know, struggling. リソースが変化した。That would explain why not many people have completed it. またまた剣じゃない。 Kirito is upset. It's not a sword. 良い武器じゃ。 I wonder why... 主の話を聞いてどんなまがまがしいものが出来上がるかと思ったが、 Demonic monstrosity, what? これはまるで精霊だった頃の泉の精霊そのもの。 彼女のひとしずくの涙がスズランとなり、 お前に倒られることを望んだ結果こうなった。 I wonder what weapon we got. 名前は… Yes.Serene. そうじゃな。天球弁。Oh, it's a whip. 名付けよう。Oh. 雲が全くないのに雪や雨が降ること。So we got a whip, a hammer-like weapon. 泉の精霊はもはやここにはおらんが、a spear, お前は別の形で助けてくれることじゃろ。Serene whip. それから俺たちを待っていたのは騒動の後始末だった。あの時。スキラに頭から食われて死んだ男はスキラの言っていた一族の末裔、この地一帯を取り仕切っていた領主であることが分かった。アリスに手を出そうとしていたあの男、領主の息子は父親の凄惨な死に様の報告を受け、ひどく動揺し怒鳴り散らしていた。無理もない。だがアリスがこれから定期的にこの地には監査をよこし、人々が平和に暮らしているか確認する、そう脅すと静かになった。財源がなくなってしまったわけだが、子供より大事な宝はないと町の人たちは俺たちのしたことを咎めなかった。いろいろと複雑な思いを抱えることになった。 Yes, very messy indeed. なんだかもどかしい気持ちのまま終わってしまいました。町がどうなっていくかはわからない。死んだ人たちは帰ってこない。泉の精霊だって人のせいで死んだようなものです。もっと早くこの事件を解決できたら。そうだな、けどそうはできなかった。俺たちはなまじ誰かのために剣を振るうことができるから深くそう思う。これからもそうしていこう。
そうして少しでも今回みたいなことを防いでいくしかないよ。そうですね。そういえばどうしたのです、ユージオ。町を出てからずっと黙って。町の人のことを考えていたんだ。二人が言うように僕らはもっと何かができたのかもしれない。実際は最低限のことしかできなかった。おまけに僕は多分。Come on, Yujiro. Don't be hard on yourself. 純粋に誰かを助けたいという思いで今回のことに挑んでなかった気がする。アリス、君はもう知っているけれど、僕はアリスを、アリス・ツーベルクを助けられなかったし、子供が殺されていることに過敏に反応していたのは、ああ、そう、you remembered back then. 助けなかったからだ。みんな、just like just before when we entered the forest just now, the scene when Alice was taken away by the dragon. それは、慰めないで。本当のことだ。誰かの役に立ちたい。誰かのために剣を振るいたい。そう思っているのも本当だけれど、それは結局自分のためなんだ。だから僕は誰かにお礼を言われる資格なんて。ユージオは泉の精霊の攻撃から私と子供を守ってくれたではありませんか。私はユージオがあの時アリスと呼んで助けに来てくれたことを知っています。私はあなたが望んだアリスではない。アリス・ツーベルクから人生を奪ってしまったアリス・シンセシス・サーティです。きっとあなたは私などからこう言われても嬉しくはないでしょうけれど、言わせてください。助けてくれてありがとう、ユージオ。Yujiro ginger biscuit. Yujiro, rescued me. Thank you, Yujiro. Who's cutting onions over here? そんなこと君は言わなくても。あれごめん、涙が。ごめん、どうしたんだろう。すごく嬉しいのに。本当だよ、嬉しいんだ。泣くつもりなんてなかったんだよ僕は。ええ、分かっています、アリス。はい。俺もこの際だから言わせてくれ。あの時助けてあげられなくてごめん。一人で行かせてごめん、キリト。でも俺とユージを、時間がかかったけど助けに来たんだよ。本当遅くなってごめんな。ごめんねを言うのもこんな今更でごめん。でもアリス、俺たちは多分今やっと助けに来たよ。目が熱い。弾けた右目が熱い。どうして。私も泣いていたのですね、アリス。違います。いいえ、私は泣いていません。これは私のものではない。多分、おそらく自分は、いいえ、アリス・ツーベルクはこの瞬間を待っていたのでしょう。いつか幼なじみの男の子二人がまるで王子様のように助けに来てくれる瞬間を思い描いていた舞台とは違ったでしょうが、
それは今日、この日、確かに起きた。確かに起きたのです。そうですね、アリス・ツーベルク。Are they gonna cry together? お前はどうしていつもそうずるいのですか、キリト。本当だよ。いつも美味しいとこ持っていくんだから。ユージオ君もアリスも泣き虫だな。無礼者、髪をくしゃくしゃにするのはやめなさい。けれど一応キリトにも助けてくれたお礼は言っておきます。ありがとうキリト。一応ってなんかユージオより扱い低くないか。俺にも同じように笑顔のアリスを見せてくれたら嬉しかったんだけどな。ユージオの方が打撃を防ぐのが早かったです。お前は遅かったので。いやいや、それ一瞬くらいだろ。武器とか防具の重さとか あるし。普段の行いもあります。ユージオは森を出た後も泥で汚れた私に資金を差し出してくれた。お前にそうした解消を求めてはいませんが。あー、うち服の袖で泥を拭ってやっただろ。ちょっと喧嘩しないでよ。スリーキリト、資金を持ってないのは僕もどうかと思う。アリス、キリトにそんなことを求めちゃダメだよ。こいつ、僕が何回言い聞かせても忘れるんだもの。昔っからそうだ。忘れなぐさを煎じて飲んだ方がいいよ。フォーゲットミーノットだよキリト。忘れられた資金もそういうよ。いや、それちょっと使い方違うかな。もっとこう切ない別れの場面とかで言うやつだから。資金ごときでは。ごときっていう人には今度から貸さないからね。ユージオ君、それはそれ、これはこれだろ。Those two argue. キリト、カーディナル様への報告も私のさじ加減だということを忘れてもらっては困りますよ。Forget me not。 私という存在を忘れないように。さあ、私は王都へ帰ります。いや、待て、なんかそれ悪いこと言う気じゃないよな。さて、どうでしょうか。アリス、俺たち話し合いが必要じゃないか。え、なあアリス、聞こえてるよなアリス。二人とも、もう二人とも待ってってば。僕を忘れないで。ポユチュ。ユージオ、何してるんだ。来いよ。忘れるわけないだろ。ええ、忘れるわけないでしょう。ユージオ、行きますよ。うん。ああ、the poor little。What a sweet ending. I think we're done for this chapter. I hope the next one is not 110, the level requirement. I'm gonna have to go grind. Definitely will have to do so.Yeah, we did it! We got 225,000, I think. Yay, we finished the chapter. Reached destination with Yuji, but somehow we're with Alice for some strange reason.Okay guys, wow, that was a long day, isn't it? Hold on. Why is our party AWOL right now? Okay.
So what level are we? So now we're at level 100. Now I'm gonna switch back to our usual sword. So now we have a serene whip. Now I can whip stuff into shape. We should try using the bows. Oh wait, wrong. I hate it when this thing keeps changing. Okay, before we go, let's look at the quest for our next one. Okay, it's 100, so okay, that's fine by me. Oh, thankfully. Oh, otherwise I would have died. But we still do not know if it's 100 or 110. But I think the cap is 110, so I don't think it'll go beyond 100. Okay, let's have a look. Let's look at our achievement now. So we have one more. So we basically completed 3, 4, 5 chapters already. So we have one more chapter to go. So yep. Let's go save first so that we don't lose our progress. Don't worry, we'll do the bed scene with Yujiro at some point. I can imagine our bond is very close now. Okay guys, I think that will wrap it up. For Sword Art Online Alicization Licorice Forget Me Not Blooming of Forget Me Not DLC. Join us in the next episode as we proceed with the final chapter, I believe. The Unforgettable. So, yep, thank you very much for watching. See you next episode. Take care. Bye bye.